超絶邪魔なところに立って私は立っていて、はい、あ、はい、では4時になりましたので、はい、後半の、はい、対談を始めたいと思います。よろしくお願いします。前半からご覧いただいている皆様ありがとうございます。ちょっとですね、先ほどの配信で岡本さんのオフィシャルのインスタの配信がちょっと途切れ途切れになってしまったらしいんですけれども、あの後日のアーカイブは 100% あの撮られているものをあげますので、そちらぜひご覧くださいませ。では、岡本塔子さんの個展咲いて枯れて咲くの特別企画ですね、画家池永康成先生をお招きして岡本塔子さんと対談をお送りいたします。二人ともよろしくお願いいたします。ではですね、前半でお二人のご紹介も兼ねて出会いのお話だったり、お 作品のここがすごいぞというようなところをお話しいただいたんですけど、後半はまず岡本さんに今回の個展の概要であったり意気込みだったり、意気込みもう意気込みっていうかね、先に意気込まなくても会期始まってるんですけども、はい、お話しいただければなと思います。ぜひ岡本さんどうぞ。はい、そうですね、私の作品今まで結構暗いとか怖いとか言われることが多かったんですけど、今年もう2020年暗いなっていうのがあったので、ちょっと明るい作品を描きたいなって、うん、まあでも今までのようなまあ、重みのある作品ももちろん両方ある、まあ、まあ美術家芸術家はまあ昔から生きるとか死ぬこととか死ぬこととか絵にしてきてますけど、まあ、そういう、まあ、生きたら生まれたら必ず死ぬとか咲いたら枯れるとか、そういう明と暗、光と闇みたいな両方合わせ持つ作品で、まあ、最後は明るい気持ちになってほしいなという思いで書いたんですけれども、はい、そうですね、ちょっとあまりね明るい話題のない今年だったかもしれないんですけども、うん、岡本さんのこう暗いこともあるかもしれないけど明るくだったり、あの、うん、力強くだったりっていうところですごい救いのある作品が多いなっていうふうに私たちも作品出来上がって見させていただいて、はい、ちょっとね、あの、あ、ごめんなさい、どうぞどうぞいやもうなんか死とか言うと暗くなっちゃうんですけど、まあ、どうせ死ぬんだから生きとこうよみたいな感じ、ポジティブな死の向かい合い方っていう、まあずっと隣にいるけど、うん、ですね、生も死も隣にいるけども、うん、いるからこそ仲良く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 どうですか池永さん、ご覧いただいて、さっきもちょっと明るいモダンな雰囲気が、そうですね、明る、まあ、明るくなったっていうか、うん、明るくなった、うん、明るい絵もある、明るい絵もある、うん、ですね、でも相変わらず色っぽいし、うん、うん、良くなったなと思います。ありがとうございます。そうですね。今回あの少しダークな雰囲気のところから、ちょっと本当に神聖なと言いますか、あの澄んだ色合いのものであったり、幅広く作品が、あの力作を揃えていただきました。一点一点なコメントをいただきたいところなんですけど、なかなかカメラの、ね、位置が、ね、移動できないため、はい、後ろにあるメインの DM の作品ですね、白い花という作品、こちらですね、私今岡本さんの後ろにかかっている作品ですね、のコメントをもらえますでしょうか。いや、もうユリって女性とセットで語られること多いんですけど、まあ、なんか無垢の象徴みたいなイメージ持たれている方多いと思うんですけど、そのまあ処女性みたいなのとは全然関係なくて、自分の心の中にある無垢な部分、別に女性であっても男性であってもそれ何者であるかは関係ないく、その心の中の無垢な部分、誰にも、まあ、否定されることもあるかもしれないし、誰にも見せない部分を、まあ、ずっと大事にして生きていきたいみたいなイメージで描いてるんですけどうまく説明できてるかどうかわからないです男性でも女性でも誰にも踏み込まれないような真っ白なところっていうのを持っててもいいっていうのはいいなってどうですか、まあ、自分の中の無垢な部分っていうんですかね、なんか誰にも踏まれたくないところですか、年を経ても
いくつになってもそういったところが心の中にある人っていうのはきっと強く若々しくいられるんじゃないかしらという希望を私はこの絵を見ながら、まあ、いろいろこう思いを想像して、ね、そうですね、岡本さんの作品は本当に奥行きが絵だけではなくそのさらに人生のような奥行きがある作品がとっても多いのでファンの皆様もなんていうのいろんな想像をしながら楽しんでくださっているのではないかなと思うんですけど、洋服と着物の時ってなんか気持ちのあれ、いやまあこれは花がメインだった、着物ってどうしても強くてですね、うん、まあ、柄が入ってくるっていうのもあるんですけど和服ってそれだけで絵になってしまうので、うん、それじゃないものを見せたい時は洋服にすることがありますけどね、うん、和服はアンティークが多い、アンティークと呼べるほど立派なものではないですけど、うん、まあ古着ですね、あ、まあ、自分がもともと持ってるものもありますけど母から譲り受けたものとかもありますけど、まあ、古着の方がやっぱり柄は昔のものの方が好きかもしれないです、うん、いい着物が多いなっていうでも素敵な着物が多いですよねあの今ちょっと映るせないかなと思うんですけど、長代に咲くという横長の作品の着物のエピソードもはい、この間伺ってすごいいいエピソードだったのでぜひどうぞそうあれ長屋に咲くですねっていう、長屋すいません長屋と呼んでくださいなさいやまあどっちでもいいんです、まあその作品で使ってる着物は多分大正から昭和初期だと思うんですけれども、もう糸自体が今は多分作られていないぐらい細い糸で織られていて薄いんですよ着物自体が。でまあ、友人が東北地方に住んでいた時期がありまして、購入した物件母屋とは別にもうボロボロの床が抜けたような大正時代の、あの元母屋がくっついてたんですね、もうボロボロの。その中に放置されていたタンスの中にあった着物をもらってきましたで東北地方だからカビたりせず綺麗に残っていて、多分一長羅だったんだろうなという、晴れの日の着物なんだろうなっていうような、その着物に惚れ込んで欲しいってもらってきました今の着物と昔の着物ってなんか違いがあるんですか、かまあ、いや私デザインは違うだろうし、うん、形もとか蚕が違うみたいなんですよね、蚕が違う、だ糸が違う、吐く糸の細さが違うみたいですよ、昔のやつは。なんかもう本当に今は作れない昔の薄くて軽くて柔らかいの、今ああいう生地のもの見たことないですよね。何ですかね、生産性を上げるために蚕は強い糸を吐く蚕だけが生き延びさせられてきたんでしょうね。ですかね、私も詳しくはないんですけど、それによって繊細さがね失われてたってなとしたらなんかもったいないところもあり、そう体にピタッとフィットする感じなんですよ、薄くて軽くて、まあ、今美人画もその和服を描く作家さんってまた増えてきて、でどういう和服を着せるべきかっていうのはちょっと論争があったりして、うんうんうん、僕なんかもう安い着物を着てもらう、僕はなんか大人の女性が安い着物を着てるのが色っぽくていいなと思ってダメな感じが、だからダメな感じがちゃんと帯を結んだりもないし、うん、もうでもう洗濯もちゃんとできてないので、うん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 、だらしなく着てるのがなんか色っぽいし愛おしいしいいなと思うんですけど、そうなんかいやまあでも分かりますよ、私もほらだからちゃんと帯締め帯揚げしてみたいなの少なくて、半幅の普段着の着物多いんですけど、うん、晴れの日じゃない普段着の着物の方がやっぱり色気、うん、人間らしさが出るのかなとか思って、うん、本当に10分でパパッと着られるぐらいの着付けの仕方で着て着て帰ってるっていう感じですかね、うん、ジュバン姿の作品とかもありますもんね。そうですね、それも色っぽくてジュバンを私探してるんですけど、その、うん、柄のジュバン、うん、なんていうんですかあれ、まあ、いろんな生地によっていろいろありますけどね、モス柄、要するに柄の入った襦袢って今ないでしょ、着物屋さんではあんまりないのかもしれないですけど、やっぱ古着です、
だったらいっぱいあるんじゃないですかね。なんかそういうのがちょっと色っぽくていいなと思って探そうとは思うんですけど、うん、どこで探したら古着物屋さんか、うん、あとはネットですよ、うん、ネットです私はネットでちょこちょこ買ったり、うん、まあ、まあ汚れてるものとかもあったりしますけど絵描くようにと思って購入することはありますね、うんうん、いろんな着物をお持ちだと思いますけど、はい、作品見るとね同じ着物を見てあっとか思ったり同じ着物あの岡本さんが来て会場に来てくれるあ、そう着られるものも中にはあるのでいいですよねさすがにね池永さんの着物を描いてもねその着物を着て会場にいらっしゃるわけにはなかなかいかないですあのおかしい似合い方をしてるおかしい似合い方あのちょっと筋の違う似合い方をしてるあのダメなんです。いやでも着ていただきたいですよ、うん、どんどん着てほしいです皆さん、ね、着物の良さありますよね、うん、岡本さんいろんな着物あとどこその着物を着た女性がいろんなところに立っている作品であったり室内であったり、うん、もちろん風景よくどこだか判別つかないところもありますけどどこに取材に行かれたりすること多いですか。いやでもちどこにってことも部分部分を組み合わせたりそういう時もありますね。今回の展示に限って言えば、うん、こうメインの大きい作品、はい、今 YouTube の方だと、ね、見られる方もいるかもしれない、はい、これはどこかなんですか。これは長野なんですよに取材に行った2年連続で取材に、インスタ見てるかっしゃる方めぐるというお作品ですね。そのお作品のお話を今してますので後で、うん、はい、Twitter とか、Facebook、それからインスタなどで作品見てみてください。お願いします。うん、これはまあ桜が描きたくて桜がたくさん生えてる場所どこだってこう探して、うん、こういうロケーションなんですか。そうなんですよ。へ、まあ、だからもう樹齢600年か800年だか、まあ、すいませんあのうろ覚えて申し訳ないんですけどそういう、まあ、老木というかしだれがありまして、うん、まあ、日本の地方行くとよくお墓が畑とか田んぼの脇にね、突然あったりするんですけどそういうシチュエーションで、まあ、周り畑なんですけど、うん、お墓も印象的な、ね、そうですね、はい、なんかね、お墓に詳しい方がすごい古いお墓の形のものから新しいものまである、そう、一個のものまであるっていうそのなんか、てましたね、江戸期のものがあるようなんですけど、うん、またちょっとこうあえて足を出してるところもセクシーな、まあ、セクシーを狙ったわけではないんですけど、まあ、いずれ、ね、地に帰るというイメージで着物ってまあ足に見えないものなんです。あえて見せて地面を踏みしめてる感を強く出して意識して描いたんですけれども、うん、割と現実にある場所っていうのを描くのも私珍しいかなと、はい、あ、そうですかね、まあ、私まあ、まあ風景ちょっと少なめなので確かにそうかもしれないです、うん、すごい印象的なあの素晴らしい場所を描かれた作品だなと思っております。ケナさん風景そんなに私は描かないですどうですか池田さんから見て風景を美人画に織り込む岡本さんの、うん、私はどっちかっていうと秘密の時間みたいなのを描きたいので、ね、外に行ってないっていうのは、うんうん、私も室内風景多い方でしたけど、ね、私も、うんうん、たまには外に出そうと確かに、なんかケナオさんだとこう対象がいる男性がやっぱり相手に向かいにいるっていうイメージがあるそうですね。岡本さんの場合は私たち読者が本当に対象なのかそれとも対象はいなくて、うん、美人この美しい女性だけ一人この世界にいるのかっていうところの独特な距離感っていうのが魅力的だなと思うんですけどどうですか。何かこう患者といいますか見てると、意識して描かれたりするそのもうそれはだからまあありますけどねその一人でいるんだろうなって想像してもらうときは その可能性は高いと思うんですけど、うん、でもそこはこあまり固定したくなくて、うん、なんかいろんな物語想像してほしいなと思って書いてるんですけど、うん、
かなかこうね、こうなんていうか、岡本さんの描く女性像って今までの美人画の美人画の中に岡本さんを含めるのももしかしたら岡本さんはね違うぞって思ってましたと思うんですけど、はい、なんか美しい女性を描かれる作家さんの中になかなか岡本さんと同じような雰囲気の方っても過去にはあんまり見かけないなって思いながら見ていて、どうですか、ここ地が違うぞ、あの巨匠と私はここが違うぞ。いやいやいや、そんな、そんな恐れ多いこととても言えませんか。同じ女性が描く女性として上村松園とかもいますけど、それとまた違って、もちろん彼女も女性の強さとか描いてるとは思うんですけど、そうですね、一時期結構ドロッとした作品もありますよね、うん、また岡本さんのこの透明感も持ちつつのドロッと、ドロッとというかこう内面を描き進めるのとはまた色合いが違うなっていうふうに私は思ってて、本当岡本さん独自の世界観だなって思ってるんですけど、まあ、もちろん美人画、上村松園もね、別に美人画作家だと自分のことは思ってなかったかもしれないんですけど、後々後世の人間がね、カテゴライズするときに出てきた表現かなとは思いますが、うん、私も美人画描いてる意識ないのでそう言ったこともないんですけど、まあ、でも美しい人は美人画とはとか言われるともう美しい人としか言いようがなくて、うんうん、なんか惹かれる人にを描きたいし、絵の中の女性を惹かれる対象であってほしいという思いで描いてますけど、うんうん、そうですね、うん、なかなかこう読んで長い美人画の系譜の中で岡本さんを含めるのはどうなのかしらと思いつつも、でも美人画尽くしの1位はね、劇団さんもちろん岡本さんをちゃんと、うん質問ありますかね。あ、質問ありますか。もしあの今ご覧いただいている方の中で、はい、ちょっとお待ちしてます、質問お待ちしてますので、はい、メッセージ書き込んでいただけたらと思います、はい、まあ、あとはその人物画を、うん、この、まあ、社会情勢もあっていつまで描けれるかっていうのが、そうですね、僕がね子供の頃に映画とかで未来人とか宇宙人とか出てくると、うん、なんか銀色のペラペラの服を着てるんですよ。全身タイツ、全身タイツみたいなのってこれ未来なのにこんなダサくなるのかって子供の頃思ってたんですけど、最近あるそのあれはそのいろんなポリコレの意見を取り入れた結果、うん、あれになったんだっていう説を聞いて、なるほどと思ったんですよ。で、まあその、まあ、人物を描くときに肌の色をどうするかとか、民族の特徴をどこまで描くかとか、例えば服装だと他の民族の文化的なのを侵害しないだろうかみたいなのを詰めていくと、こう人物って描けなくなるんじゃないかと思って。だ割とそのヨーロッパなんかは例えば、まあ、美術っていうのは支配層のものだから、人物を描きたいけどじゃあ宗教、これは神話ですっていう言い訳をして描くとか、言い訳がないと描けなかったりした中で、日本人はそのなんとか町のなんとか子ちゃん描いたよっていうと、なんとか子ちゃん最高っつってみんな買っていくわけじゃないですか。それを日本が やり続けてきたんで、日本だけでも ね人物がこのちょっと不思議な解釈の人物が、日本独特の人物画を生き残す、うん、出せてほしいし、それだけ日本は、ね、まあちょっと人物をずっと描いていいよっていう国にはほしいなと思うんですけど、ね、欲しいですね、うん、質問お待ちしてます。二人とも旅行、取材旅行とかされますか？します。今はコロナだけどって言ってくださってますね。そう、コロナだから本当に行けなくてストレスだと思ってます、うん、どの辺に出かけます？結構いろんなとこ行きますけど、でもなんか結構東京より北が多いかもしれないです。あんまり西南行かないんですよね。でもなんだろう、行きやすいのが上だから。京都とか似合いそうな、なんか着物の印象があるからかもしれない。ああ、まあ、着物は京都でかに買いに行くことありますけど、投げ売りしてる山積みの中から
あの骨董市とか多いのでね、よく行くのでそういう時には買いますけど、まあ、取材旅行には行ったことない。京都はあでも行きたいところがありますよね、うん、私は聞きました。盆踊りの、ああそれはあれ、行きました去年。行きました、あ去年じゃない、一昨年、一昨年で、はい、でも今年は行き、あ去年か、去年行って今年は行けなかったんですよ。本当はやっぱり1年じゃ取材が足りなくて秋田なんですけど、なんか特別な盆踊り、はい、ネタバレになるからちょっと今なさってないし、あ皆さんお楽しみに。まあ秋田です、秋田の盆踊りなんですけど、とあるもうなんかもう本当学生の頃からずっと描きたいなと思って、まだ絵にするきあの技術がないと思ってしてないんですけど、この絵が皆さんいつか見られる時まで、ね、あの今配信見てらっしゃる方心に留めて、あれはあの時のみたいな。そうですね、そういう、まあでも旅行ついでに取材目的で行くこともあれば、単純に行きたい街、行きたいお祭り見て、あいつか絵にできたらいいなっていうものに出会いたいなっていう感じで、偶然出会うのを探すみたいな感じですね。一軒長さんは先ほどあんまり外に出られないと、私はもう家を出たくない。旅行出たらお好きなんですか。旅行だから旅行したことないと思うんですよね。修学旅行と社員旅行は行ったことあるんですけど、誰かに連れてってもらえれば、それ食わず嫌いとかじゃないですか、そこに行くのが目的っていう移動をしたことがないんで、うん、行ってみたら楽しい。あ今一つの作品の制作期間どのくらいかかりますか、岡本さんどのくらいかかりますか。これは必ず聞かれるんですけど、必ず聞かれるけど、どこから、取材からね、取材からかかる、取材からって言ったらもう何年越しっていうのもありますし、これだって、ね、2年取材に行って、それも結構前に行ったんです、かなり前に行ってずっと温めてきてたんですけど、で、まあ、まず1枚ずつ描くっていうことは、並行して何枚か、まあ、まずないので、まあ、ギュッとすれば、本画だけでギュッとすれば大きい作品は3週間とかかかったりしますけど、ね、ちっちゃめの作品だったら10日とかの場合もありますし、いろいろですよね。だから必ず聞かれるのは、1枚描くのにどのくらいかかりますかって聞かれるんですけど、1年で何枚描きますかって聞いた方が、なるほど、これはなんか真に迫った質問ですね。皆さん、分かりやすいと思うんですけど、興味が終わりですね。そうすると大概ね、みんなシュンとする。私はシュンと数少ない方なのでシュンとしちゃいます。どのくらい、聞いても大丈夫ですか。どのくらい書け、まあ、もしくは希望的観測でこのくらい書きたいなって聞いてどうですか。どうですか。私ほらちょっと諸般の事情により会社員をやってた時代がありましたので、なんか限度があって20枚ぐらいしか書けてなかったと思うんですよね、まあ30枚以上は書きたいですけど頑張ります。はい、ぜひ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 もっともっと。いやお仕事されててあれだけの数を書かれたのすごいなと思ったので、いやもう本当体力の限界、画業に集中されたらもっとたくさん素晴らしい作品が生まれるんじゃないかなと、皆さんも多分期待されてるかと思いますけど、まあ大体年間50枚書きなさいっていうのは言われるんですよね。とそうすると逆算すると週に1枚っていうね、つらい、1月に1枚4枚書かなきゃいけないっていうね。いやまあ大きい作品は1週間じゃ無理ですからね、なかなか難しいですけど、そのぐらいかかるそうです。ご質問くださった方よろしいでしょうか、はい、だそうです。そうですね、必ず聞かれるのは1枚どのくらいかかりますかと、1日何時間かきますかとご飯は何食べてますか、そうですね、必ず聞かれる。さっきご飯何食べましたか、一番最初の温泉チェックの時に聞かせていただきましたけれどもね、どうでしょうね。必ず聞かれるんですけど、必ず答えようがないです。何食べたか私もさっき聞いてしまったんですけど、本当聞いて多分聞かれてる方は 何をするんだろう、それを聞いてると本当に面白い、まあ、取材を受けるとその3つは必ず聞かれる。 ありがとうございましたって言ってます。はい、そ
そうですね、今後お二人描きたい、あの美人切り絵とか女性だけに限らず、題材とかシチュエーションとかございますか？いやでも一回は描かなくなったんですけど、男性も描いてみたいですけどね。それもでも出会い、描きたいっていう人にいつか出会えばなっていうのがあるんですけど。どんな人がいいんですか？いやわかんないですけど、骨見える、骨が好みの人がいい。女の人って骨好きですよね、男性は。あれ理由は何なんですか？いや自分にないからなんじゃないですか、やっぱりあの骨格の太さっていうか、こうずっとした感じ。こう指の骨とか必ず言われるんですけど、私ね、ないですよね。まるっと。可愛い。必ず骨が、なんかここの骨がとか。なんかね、喉とかね、顎とかね、やったりされる方いますよね。男性ね、どうしよう、スクランブル交差点とか行って、やられますか？ちょっと私、ナンパは無理ですね。知り合いの中からなんか誰か探して。知り合いの知り合いの知とか。男性見てみたいですよね。でも、まあ、風景もね、もうちょっといい風景に出会えたら描きたいとは思うんですけど、男性と女性のね、群像とかね、絡みっていうとちょっとあれなんか言葉があったけど、2人画面の中にいてもいいなって思うんですよね。そうですね、そう、2人以上ってあんまり描かれたことないもん。ないですね、ない。岡本さんなかなか見かけないかもしれないし、人物が描かれる中でもなかなか描く方少ないかもしれないですけど、やっぱり群像という大きなね、難しいですよ、作りもねありますからね、見て、まあ一枚描くのにね倍の時間がね描きますからね。一つ例えば女性二人描いても体の形が違うんで、なんかね一つの画面に体の形が違う人を入れるのって、私もちょっとまあ下積まで挑戦したことはあるんですけど、描いてて、おや、なんかどっちも間違ってるみたいなイメージあって、気持ち悪くなっちゃうんですよね。だから、なんか分かります。あと、まあ、なんか分かるんですけど、あとうまくその絵の中で物語を作るのが難しそうだなっていう感じなんですよね。小説とかでも主人公って一人じゃないですか。そうですね、そういう絵の中で主人公一人以外もう一人脇役にするのか、それとも二人とも主役にするのかみたいな、そういうの難しいなって。確かに岡本さんは人物を本当に振り下げて描かれるっていうイメージがあるので、二人いると二人の関係性という新たな、そうなんですよ、人物の読みがね、なんかなかなかそう違和感なく絵の中で物語を作ることができればいいんですけどね。男性もあり群像もあり挑戦されたい。YouTube の方の質問で、子供と大人の両方の顔ができる年代の女性が好きなのですが、若い女性は描かないんですか、と。多分岡本さんかな、どうかな。若い女性ね、ちょっと20代の知り合いにちょっと目星つけてるのいるんですけど20代前半に。でもいつかモデルやってインスタやるやるって言ってました。これはもしかしたら近いうちにそういった作品が見られるかもしれない。でも割とね、あの生活感ある顔してるし、こんな言い方失礼かもしれない。まあでもその子をどうやって絵にしようかって、多分着物は着せないと思うんですよね。どうやって絵にしたらいいかまだ検討中なので、しばらく先になりそうですけど、はい、でも、そういった女性が見られるかもしれませんのでご質問をくださった方お楽しみに。池永さんはどうですか？なんかこじゃ、池永さん若い方も描かれますし、最近はね、年のあの、そうです、まあ、なんていうか落ち着いた方描かれることも多くなってきましたね。まあ、一時期画集の関係で10代の少女を描くっていう時期はありましたけど、まあ、難しいですね、難しい、まだ出来上がってないし、人がそう、画集少女として描くか、女性、色気のある女性として描くか、その中間っていうのはね、本当に難しいんですよ。すごいいい質問だったみたいで、二人とも悩まれておりますね。なるほど、なんかこう、画家から見た、作家から見た見方でないとわからない難しさっていう、危うい年代の女性っていうのがいるですね。なんか危うい年代の女性をそういうものとして描く
だったらできるのかもしれないけど、ちょっとこう、うん、主張がある絵を描くときは難しいなって思います。うん。うん、これまあ少女の狂気みたいなのを描こうと思います。うん、それはそれで描けると思うんですけど、うん、そのもう普通に中間のものっていうと、なかなか難しい。まあ、私もちょっと2年ぐらいそれで苦しいんだって。そうですね。うっすら伺いしています。はい、ですね。本当にその難しさありますね。でも挑戦してみたいとか。またもう一度、うん、岡村さんは書いてみたいとか、池永さんはまたいずれ挑戦してみたいとかありますか？今後どうですか？まああの時思い切れなかったっていう思いはあるんで、またやる機会があれば書いてみたいっていうのはありますけど、うん、まあ、またちょっと苦しくなるかもしれないです、ね、苦しみそうですね、うん、なるほど。そうです、なかなかね、今後何描きたいかの知る機会が少ないので、はい、うん、皆さん今後こんな絵が描かれるかもなって参考にしていただけたらと思います。そうですね。じゃあ今後、あ、そうですね、もう30分になりましたので、お二人から美術品を愛してくださってる方、うん、ファンの皆さんに何かコメントが、若松さんのファンだったり、まあ、美術界のファンだったりの方にコメントありましたら一言ずつもらってもいいでしょうか？はい、いつか、はい、やはりこれは一言、ぜひ実物を見てくださいっていう感じですね。画像、はい、画像社会ですけど、やっぱり透明感とか輝きとか暗さとか重さとかって実物でしか、ね、感じられないんじゃないかなと思って、あと、まあ、見るが綺麗とか上手いとかじゃなくて、なんかちょっと想像力を失わずに見てほしいなって、こっちも想像力をかきたてる作品を描いていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。まあそうね、まあ僕もそのコンサートとかに行かない人なんで、そのスピーカーから聞く音楽は生演奏なのか打ち込みなのか超絶技法なのかっていうのは聞き分けができないし、まあどっちでもいいと思ってるんですけど、うん、それと同じでやっぱり絵を直接見に行くことってなかなかないと思うんで、モニターで見てたものとまた本実物見るものとは全く違うんですけど、だから逆にモニターに映らないことをわざわざやってるんで、まあ、直接見てほしいっていうのもある反面、うん、逆に粗末に楽しんでほしいっていうか気軽にね、うん、もう僕が子供の頃、子供の話ばかりですけどクッキーの缶とか本の表紙とか、うんうん、どこでも絵描きの仕事があって、うんうん、街中に割と絵描きのものがあったんですけど、今そういうものがなくなってしまったんで、そうですね、もう日常でその粗末に、まあ、使い捨てって言うとあれですけど、そんなに大ハードルを上げないで楽しんでもらったいなっていうのさ、ま、逆なんですけど、でも両方楽しんでほしいっていうのは、そうですね、うん、見方をこだわらないで身近に気軽に楽しんでもらいたいですし、それで気になったら本当の本画も興味を持って見てもらえたらいいですね。画廊からも同じ意見ですので、ぜひぜひ。はい、そういったことで、そうですね、もう33分になってまいりました。皆さん、いろいろなご質問いただいたり、見てくださった人もありがとうございます。ですね、こちらのアーカイブは後日、また今ご覧いただいているあの SNS などで配信させていただきますので、そちらも、お楽しみいただければと思います。ちょっと皆さんまだ質問があるかもしれませんけれども、今日いらしていただいた池永さんから個展明けでお疲れの岡本さんに、お願いして対談をさせていただきます。個展明けてないので、個展中、個展作品をやっと上げて。やっと。やっとさ、ギリギリまで帰って、ギリギリまで帰ってくださった岡本さんに、はい、お越しいただいて対談させていただきました。皆さん前編後編見ていただいた方ありがとうございます。お二人ともありがとうございます。ではまた、またの機会にぜひ来店もしていただきたいですし、ネットでもご覧くださいませ。失礼いたします。
大丈夫かな大丈夫でしょうか熱っあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まだ回ってるかもしれないですが、まだ回ってるかな。YouTube の方がまだ回ってるかもしれないですけども、こう、ちょっと、あの、お二人の親密な風景が流れるという。はい、では、終わりました。はい、お疲れ様でした。本当ありがとうございます。第2弾のカバーをこれにするかどうか今私は迷ってるんですけど、どうですか？いいですよ。一番初めの。